はいどうもこんにちは、ケントと申します。今回は誰でもできる最強の復帰阻止を行っていきたいと思います。よかったらチャンネル登録と高評価お願いいたします。というわけでこの試合見ていきましょう。ミュウツー対ジョーカー、僕的にはポイントは復帰阻止かなと思ったりもしてるんですね。ミュウツーはジョーカーにビフリぐらいかなを取ると思うんですけども、やっぱりこの圧倒的な効果力と復帰阻止の力によってある程度のジョーカーは倒せることができるので、ぜひ、ね、やってください。これ下強からの空前確定コンボですね。ここはカウンターをちょっと注意しながら、下スマはこれを当てるべきですね。当たりやすいんですよね。ジョーカーのアルセーヌがいる状態での復帰には下スマが当たりやすいので、ぜひ狙うべきなんですけども、全然当たらないですね、こいつ。全然当てることができないけども、ね、リキこれ避けて、とりあえずラインは回復していきたい。アルセーヌいるときはできるだけ逃げた方がいいですね。超怖いんで、火力的にも。ここは2回空、まあやるスキルなかなか知らないので回避、これはカウンター見て空を振ったんですけど、まだカウンターをしていたので結果的には座れてしまったと。これ上だけで撃墜できるんですが、逆に掴まれてこれ飛ばしていく。おお、一気に上に飛んでいく。さあ残り2ストック、さあもう時間が間もないですが、どうやって撃墜するのか見てほしいなと思います。シャドウボウ踏んで下今日は1回当たったんですけど、コンボ当たると思ってなかったんで、もう1回下今日振っちゃいましたね。これ横 B 当たってしまって相手 46%、 もう撃墜入んないですね。もう撃墜範囲ないんですけど、これどうやっていくのか。まあ捕まれるけど、空上当たらずに空上ガードして、空後ガードして空上ぬ向かって、さあ反撃なし。さあアルセーヌさえ退ければ結構もうミュウツーのターンですからね。テレポートで真ん中逃げてシャドウボウ打っていく。 DA と空後相打ち、まあ知らなければ安い理論、知らなければ安い理論。これ崖奪いしてきましたね、相手うまい。ここテレポートであえて崖を捕まる。これカマショルもう一回飛ばして、下っ気を当たらずに逆に横強で飛ばされてしまう。崖はこれはこれあえてジャンプしてるので、ここはクーエヌからの目、この道連れ方法、この崖メテオ方法めちゃくちゃ強い。登りながらのクーエヌ超強いんでおすすめです。さあ行きましょう。 D で飛ばされて大復帰、クーエヌした後にこれで一気に即死。さあこれめちゃくちゃ強いんで、ぜひやってみてください。以上短いですが、ご視聴ありがとうございました。よければチャンネル登録または高評価お願いいたします。